今日はですね、猫背改善につながるストレッチポールを使ったエクササイズをお伝えします。皆さんストレッチポールをですねご用意なので、一緒に動画を見ながらやってみましょう。皆さんこんにちは、猫背専門チャンネル猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰武明です。今日はですね、猫背改善につながるストレッチポールを使ったですねエクササイズをまた一つ紹介しようと思います。今日の大事なポイントはですね、胸椎です。背骨の中でも肋骨がついているここからここまでですね、ここの胸椎をしっかりと伸ばしていく、しっかりと伸びる状態にしていって猫背を解消していこう、そんなエクササイズをお伝えしていきますので、ストレッチポールをご用意なので動画を見ながら一緒にやってみましょう。それではですね、皆さん一旦ストレッチポールをこのように置いていただいて、ストレッチポールに体の正面を向けるような形でこのように座っていただいたら、空手チョップをする方向ですね、この小指側をストレッチポールにつけるようにですね、このような状態をとっていただいて、このままポールを転がすように前にぐーっと持っていきましょう。でゆっくりと戻していける範囲で結構です。できる方はできるだけ胸を床面に近づけるようで戻して、もう一度息をふーっと吐きながら、ふーっと吐きながら息を吸って戻して、もう一度ふーっと吐いて吐いて吐いて戻していく。だんだんと遠くに遠くにポールの位置を移動させられるようにしていってください。確認しましょう。もう一度前にぐーっと楽にして、もう一度ぐーっと前に、もう一度ぐーっとラスト1回前に転がしていきます。はい、結構です。ご自宅にですね、ストレッチポールがないよという方は、この丸いタイプのですね、ペットボトルを2本ご用意いただいて、お水をね、入れてもらうと潰れないでコロコロ転がりますので、これをストレッチポールの代わりにして転がしてもらっても構わないです。こんな感じで。ちょっとね、ストレッチポールよりかはやりにくさあると思うんですけれども、はい、ご自宅の中でね、あるものでできるっていうところはすごく大事なところなんで、いろんなね、ものを活用していきながらですね、効率よく猫背を改善していけるようなね、エクササイズをご自身の生活の中に取り入れていただければと思います。今日の動画は以上になります。こういったようにですね、ご自宅にあるものを使ってみんなで楽しくワイワイ運動しよう、こんなのをコンセプトにフルボディワークアウトオンラインというのでトレーニングのライブ配信をさせていただいております。興味がある方はですね、下の概要欄からチェックしていただければと思います。引き続き猫背に関する健康情報を配信していきますので、皆さんぜひ下の猫ちゃんマークからチャンネル登録いただけると嬉しいなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。